そもそもなぜ私たちがめんどくさがり屋かというと、脳は変化に抵抗するように作られているからだ。くそ、脳め。だからお前が何かをやろうとすると、必ず脳は抵抗してくる。リスクがあるからやめろってな。どう厄介だな。まあ昔は新しいことをやることは死を意味していた。初めてフグを食べたやつなんて絶対に死んでいただろうしな。だから死なないために脳は抵抗していく。その脳の抵抗を減らすために最初はできるだけ小さな変化から始めてみるんだ。だから筋トレを30分ジムに行ってやるんじゃなくて、脳の抵抗を防ぐためにも家で1回だけやるのがいいんだ。そうやって小さく小さく続けていれば、スノーボールみたいに勢いがついて、66日後にはやらないと気持ちが悪くなってくるんだ。歯磨きしないと気持ち悪いのと一緒だな。なるほど、そうか。ちなみに最初の頃は脳にご褒美をあげるといいぞ。ご褒美？ああ、これをすることで何かが得られるということが分かっていないと脳はやる気にならない。だから脳に行動した方が得だと思い込ませる必要がある。脳を調教するのか。ああ、ご褒美はできるだけ分かりやすいご褒美がいい。分かりやすい？はあ、勉強することでいい大学に入れるとか、運動することでムキムキになってモテるとかっていう報酬は遠すぎて実感しづらいだろう。実際にモテないこともあるし。まあ。だからもっとわかりやすく実感できるご褒美をあげるんだ。例えば1分勉強したら YouTube が見られるとか、散歩したら帰りにコンビニでお菓子を買うことができるとかな。なるほど。最初のうちはそういう風にわかりやすいご褒美を与えて、脳にこれをやるのは得なんだと教え込ませるのがいい。そのうち課題をクリアしていくこと自体が楽しくなってきて、脳はやること自体に満足感を得られるようになる。最後にはわかりやすいご褒美なしでもその行動を続けられるようになるというわけだ。こういう風に脳の構造から見ても、一日一回だけやることやご褒美をあげることはとてもいいんだな。なるほど。